Stop! Yes, I do! どうも、ゲコさんです。お願いします。いや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 。あのね、劇中震災来たじゃない。なるほどね。これ明日弾くわ。良さそう。高難度挑戦ダブルミッション星の確定ガチャいいね。さあ一回置いといて話はね。劇重震災ね。ギコちゃんにとってみたら月末に開催される超重震災よりも大事。なんでかっていうと、ギコちゃんは100万円企画だったりとか運極企画って基本的に劇中じゃなくて超重でやってんだよ。劇中震災これじゃなくて年末じゃない、月末に開催される超重震災っていう、まあ、激アツガチャでしかやらないので、つまり何が言いたいかというと、そうだね、もう数字見れば分かると思うんですけども、エンマがラック30、マホロバがラック30、アベルがなぜか225でラプラス50、はい、まあ比較的超重震災と比べたら低いじゃないですか。そういうことなんです。運極にほど遠いんです。なので、劇重震災は全然月末の超重震災を引くぞーっていう動画よりも全然ありがたい。じゃあ引いていこうか。星5以上確定確率 24%。 そっか、熱いんじゃねえの一発目。じゃあ、100連でございますので82個残しでいきたいと思います。よろしく。あ、運極に近いキャラクターみんな忘れた。これ終わったら見てみよう。ストライクショックインザヘブン。ちょっと待って、そんなことあんのかい、そんなことある。ちょっと待って、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 お兄さん、ラスンゴレライって何ですの。ちょっと待って、バカやばいんだけどこの結果。待って、いや、それはマルタのがいいよ。マルタのはいいけど、最強の相棒であるペルセウス、これがバンバンって出てきたのはさすがにみんな今いろいろ漏れたでしょ。俺も漏れたもん、今ちびってるもん、若干濡れてるもん、びっくりして。おい、やば、嘘、ちょっと待って、うん、使い果たしたんだな、これこれペッてるとペンペン出てくるのよ。でもね、あ、20低いんだよな。そうそう、低いんだよ、低い鳥なんだよ、まだ低い鳥なんだけど、これは嬉しいっす、やばいっす、はい、バカ嬉しいっす。あ、久しぶりに嬉しいね、この感じ。だって100万円企画でペルセウス出たかっつったら出てないからね。ペルセウス100万円使って超重震災で、バカ野郎。はい、ちょっとね、楽順で見てみるよ。ちょっとびっくりして興奮が止まってないから今、はい、なんとなく分かりました、いきましょうね。いや、びっくらこいた、ペルセウス、びっくらこいたがペルセウス、やばいね、立っちゃったよ今。あの、そういう変な意味じゃなくて、あの、立ち上がっちゃったって意味ね。あの、変な方の立っちゃったじゃないから。よろしく。いや、マジか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 。タンポポ?タンポポ?タンポポより、タンポンのが好き!爆死してないのに、ちょっと、感極まっちゃってさ、すげえ変なこと、しばしたらごめんね、今もう記憶ないから。何言ってんのか。はっきり言って。はっきり言って記憶ないけど、いや、もう、ウルトラマン B ウルトラやっちゃおうかなと思ったもん一瞬。あれも結構面白いんだよ。戦国、いやー、もうなんかすっ飛んじゃった、全部全部じゃない、全部全部君だった。ちょっとマジでびっくりした。まだ令和3年始まったばっかりだけども、今年一びっくりした。全然いいよ。いや、いいっすよ、ありがとう。
もういい、あ、ん、目パチッとした、一瞬だけしなかった、ちょっと喋りながらやってんだからさ、こっち YouTuber だから、やめて、す、なんかなったよね、パチッ、なってない、幻、幻なってるよね、多分限定来たらなってたってことだから、それ一瞬過ぎてやめてほしいんだけど、限定来たら瞬きパチコリしてたよ。あー、やっぱりしてたよ、エンマ、エンマ、あー、エンマ、もうテンションおかしくなってる、ダメ、このテンションはダメ、セクシーアタック、いや、ベルセウスポンポンはさすがに全ストライカーが嫉妬するレベルだと思うよ、ありゃよ、なんだこいつ、ミスターエンパイアか、アップルのアニメで出てたんですよね、いや、びっくりした、もうこの動画ずっとびっくりしてる、やべえよ、普通に Hey you to you、 あ、啓発かな、これ運極じゃない気がする、うん、うわ、最高か、モンスト、手が待って、聞いて、もう1週間ぐらい自分の家のスポット、自分のマイスポット、同じところ、同じところ置けるんだけど、両方とも学びきてない、ランク上げできません、エクスラクさん、なんで、なんでメダルなの、いらないメダルのやつ、メダル勝手に溜まって無理やり使わされてちょっと不機嫌になる時があるぐらいだから、全部ダイヤで済ましてるから、こっち本当に司法か、学びちょうだい早く、切りがける最初ね、みんな知ってるでしょ、昔はこんな風に星五六光んなかったんだよ、だからすごい地味な感じだったの、今は光るから分かりやすくていいよね、これは神アップデートだと思うよ、今更だけど、今更だけども、風神雷神、いいじゃないですか、ばっこりしてますね、ありがとう、ありがとう、さよなら友達、来い、マホロバの貴婦人、来い、マホロバ、おめえが来なくて誰が来んだい、ラップにするかい、まあ、可愛いから OK、 引こう、もうさ、最初の 24% の恩恵をこんなに受けたことないからさ、なんだったらもう1個しか出ないとか爆死とか普通にあったから、うん、モンスト楽しい、こうやって出てくれたら楽しい、うん、あーあー、風神雷神の偽物、風神雷神の偽物、もう引いちゃう、気分がいい、引いちゃう、最高で、サイアンドコーだよこんなの、はい、アイマイミマイ、あ、アップル、エンパイアとね近い存在、オペコオペコは売れペコ、ちょっとあと4連引いちゃおう、どうせ爆死するから、星玉引いて、いや、違うな、いいこと思いついたいいこと思いついちゃったよ、うん、これさ、リコーダー持ってるけどさ、あ、まあその話どうでもいいんだよ、これさ、49にして49にするじゃん、いや、49にするんだよ、はいはいはい、いいよいいよ、まずは49にするやん、するやん、あと1回やんね、あと1回やん、引くやん、よし、引くやんね、49やん、右上星玉、これでこれ引いたらどうなの、関係あんのかな、あ、
星6確定ガチャのシングルか、これシングルか10連か。シングル、シングルやねん、これシングルだよ、シングル。もういいや、じゃあ下引く。シングル、シングル、うん、待って、うん、いいや、頼む、シンゴ、うん、あれが10連だったら上で引くのはすごい頭いいんだけどね、シングルだったら意味なし、意味なし、意味なし。マチルダ、マチルダさん、はい、で、これデルセウス、神の展開を私は待っている。